そんじゃあね、とりあえずあれだわ、なんだっけ、あいつ前回のボス倒したところで終わって、今から歌島に行って多分次の歌を覚えりゃいいのかなと思ったんだけど、一回剣伸びた状態でさ、竹のスパスパ切りをちょっと試してみたいわ。この状態だとどんぐらいやりやすいのかみたいな。つってもね、もう剣短い状態でもちゃんと回数こなせるようになったから、あんまり意味はないと思うけど、まあ一応やっときたいね。試そう。さあおっさん、また来てやったぜ。剣も伸びた状態だぜ。10ルピーとか一瞬で取り返せるからな。31回今行ってんのか。 OK、 本当にやりやすくなるのかな。わかんねえ、やりやすいのかどうかわかんねえ。てか多分さ、こうやってこの今のやり方でやってる分にはさ、多分切りやすさとか変わんないからさ、剣の長さ影響ないんだよな。つかめちゃくちゃ伸びたわ。いいよ、記録更新じゃないか。青い鳥の羽。こいつの最高記録なんだっけ。自称33回ね。いや43回ね。超えたいね、43回。あ、ちょっとこれなんか全然、あれだ、これどういう気持ちなんだろう、好きなんだろうな。あ、うるさい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 、途中でなんかちょっと詰まったな。これ前後よりもちょっと前のいいな。あ、待って、めちゃくちゃ回数ないよ、稼がないんだよな。追い返し時にね、ちょっとね、数が、あー、くそ、追い返し時にね、めちゃくちゃなくなっちゃうから、その追い返し時に感じてるようなな。ちょっとね、持ち上がり、おい、何やってんの。いや、待って、何やってんの。やっぱ普通に持ってやった方がいいな、これ。オッケー、今の追い返し、いいよ、いいよ、いいよ、いける。超えた、43超えた。こいつの自称最高記録超えてやったぜ。なんか特別なのあんのかな。よお、何度かしか出したことがない。何度かってお前出したことないんじゃないの。なんもねえのかよ、この嘘つき野郎め。てかここの島さ、なんか水潜れる水があったからさ、水流の鱗手に入れたから、ちょっとなんか新しいなんか取れるようになってるかも。ちょっとそこを見に行こうか。お、やっぱなんかあるのか。何もないということはないだろうな。何もないかもしれない。もしかすると何もない。ここはなんだ、これなんか黄色いけど特別なもんが掘れんのか。ん、え、何も出てこない。チクショー。まあ、結局何もねえから直接普通にこの何メインのところに来るっていう。ここ地味に遠いんだよな。っていうか、いや、あのさ、鳥の移動が遅いよ。進化したスカイウォーズ。次は何だろうな。ん、今さっき手に入れたのが多分フロールだったから、残りディンとネールかな。また新しい歌手に入れて、そこのあれ、またサイレンとか入んのかな。嫌だな、あのサイレン怖いんだよ。女神様の言葉が目覚めたそうでござんすよ。再び耳を傾けよ。あと2つ新たな神器も手に入れる。試練を乗り越えるたびに手に授けられるでしょう。聖なる炎の美しさを目にするはず。ラネール砂漠に眠る次なる試練。またドヤ顔でハープ弾いて、こいつは。なんか絶対ハープじゃねえ音色なんだけど、どっからその音楽の音は鳴ってんだよ、リンクくん。明らかになんか打楽器の音するぞ。打楽器、打鍵楽器、なんて言ったらいいんだろうな。てか、ロストバード、ん？ロフトバード、色とりどりすぎん？ヨッシーみたいなカラーなんだが。さあ、手に入った新しい歌は？ラネールってことはネール？ネールの H。名前かっこいいな。ネールの H って名前かっこよくない？ネールの H を記憶、ダウジングにて試練の入り口の探知が可能となりました。ラネール砂漠へお迎えください。 OK、
ああ、毎回そこちゃんとセットし直してくれるんだな。そこの虹がかかった島は何かあるんかい？それとも何もない見せかけのやつなのかい？ハートがあるだけじゃ、ハートがあるだけで何にもなかったわ。これラネール行くついでにここの女神キューブの宝箱取っとくか。ついでだしな。すげえ加工みたいになってんだけど、これ中の方だな。中の方は確かに取ってなかったな。外側のやつだけ取ってて、中のやつは今から取りますよとして、地味にダメージ食らってしもうてるかな。もうこれパラショールいらんて、これハートのかけらやて。あった、こいつだ。この氷揚げ派だっけ、こいつらがいるところになってんのか。なんか一往復もしてない。またタルルルンってこう片方にスティック傾けただけ。ファイ君が待っている、俺の演奏を待っている。あれ、なんかこれフロルの時と歌一緒じゃね。なんかいや違う歌な気もするが、同じ歌な気もしてくる。てか俺若干上手くなってね、なんか以前よりちょっと上手くなってる、ちょびっとだけね。この光の輪に合わせては結構簡単なんだよな。光の輪はこう普通に分かりやすい目印があるとさすがに楽。それがないとな、普通になんかリズム感なさすぎて普通にむずい。だからあのボヨヨンストーン出すの結構苦手なんだけどな。これもう一回あの多分サイレン世界でさ、なんだっけ光の雫だっけ、あれを集めるのかな。あーやっぱりそうっぽいな。嫌だぜ。てりゃ、これですね、失礼いたした。スカイウォード一回一回貯めてしまうやん、やっぱ貯めちゃうやん。一応出てくるやつらは別に以前と一緒っぽいかな。そのなんだっけ、提灯っていうのを持ってる浮いてるやつと、あの騎士みたいなやつね。あいつらに見つかった時どんぐらいの速度で襲ってくるのかをちょっと見てみたいよな。英知を鍛える OK、まあ、2度目だからね、さすがに余裕よ。精神の器、新たなる力を授かるでしょう。これあるって言ったら何聞くの。シラレってなんだ。あ、水のことか。水ね。水面のような領域が各所に あります、まあ、それ以外別に全部多分一回言ったことだからあんまり聞く意味ないな。 OK、 どの順番で取ろうかな。正面から取っていいものか。また砂場気をつけないといけないよな。正面から行くとさ、そいつにやられね。あっちのところから取り行く。あっちから行こう。 OK、大丈夫だ。多分1個取る分ぐらいだったらね大丈夫。あ、こいつら足遅いじゃん。足遅いけどこれ正面にいるの結構やばい。お前武器えぐ、武器えぐ、お前。え、あの二刀流使い武器えぐすぎだろ。マジで言ってんのか。こっち方面のやつを先取った方がいいな。多分遠いところのやつね、後回しにしちゃうと後々苦労すると思うんだけど、これ沈まない道がちょっと分かりづれえな。待って、こっちから行けないな。いや違う、ずれてる、ずれてるよリンクくん。ここか。 OK、 このさ、ずれ、何、沈まない道をある程度考慮しないと厳しいっていう、結構難易度高くねえか。あ、闇の魔方、まあ先にもう一回光取って場所把握しとくか。この90秒はね結構余裕あるから、はぐれてる一番奥のやつはぐれてるから、あれはまああんまり後回し、あ、どうなんだろうな、後回しにしてしまっていいのか先に回収した方がいいのか、悩ましい、悩ましいね。こいつかな、こいつが多分あの二刀流持ってくるやつだな。してこれ、え、どうやって取るんだこれ。押せってことかな、この水が出てない間に。難易度高っ。多分ジャンプじゃいけないよね。ワンチャンジャンプでいけるのかな。一回ジャンプ試してみるか。いやジャンプダメだ、これ引かないと。水が出てくる前に
一回逃げる。これだるいな、これ結構やばいな。まあ見つかってしまっても足が遅いってのが分かったから大丈夫な可能性はあるけど、こんぐらいで届くでしょう。 OK で、そこ登れるか。これここ水出る？出ないな。登れるから、これを手に入れて次の場所ちょっと先探すか。その中心集まってるから後回しで良さそうだな。てかそこどうやって、あー向こうから登れんのか。 OK、 いやー向こうのやつ先取った方がいいな。さすがにあれ遠いわ。やべ、見つかった。これ全員に見つかんのか。いやーだるすぎる。でも足が遅いから大丈夫で、次のやつも近いから。あいつ降りれねえか。あいつ降りらんねえのかよ。あ、でも空飛んでくるやつが危ないよーって感じか。なるほどね。全然全然余裕だな。こいつ怖えんだよな普通に。これ登れないよな。てか俺これやったか。いや、やったな。しかも近くにあれがない、取れるやつがない。やらかしたかもしれん。どっかないのか、拾えそうな、拾えそうなやつ。そこだな。で、こいつ足遅いからここバーって登って拾って、セーフです。いや結構怖えな。ここ水出る？出ないか。 OK で、次どこだっけ。向こう方面にもなんかあったよな。やべ、光の玉。あ、あったあったあった。あれか。どこから登るんだそれは。それはどこから登るんですか。これ木登るってこと。木登れる？ん？これタックル？タックルで落ちるんかい。残り全部中心に偏ってんな。多分ね、このはぐれてるやつらから先に取ったから結構余裕だと思うんだよな。残り6個か。多分全部もうこの中心に集まってんじゃないか残り。うわー、そこ取ってね。しかも取るのクソだるそう。まあ、先にここら辺のこまごましたやつ取って。これ上にある、もしかして。あるね、目の前に。こいつ目の前で何しよんねん。うわー、そこの3つか。まあ左取って右取って真ん中かな。順番は大事だなこれマジ。ここ取るときは別に見つかんないから、取って奥側取って、そのまま降りながら真ん中を取るって感じになるだろうけど。ここ登れんのか。こっから行ける。いや、行けないな。これやらかした。あぶねえ。向こうから登んないとダメか。これ見つかる覚悟で行くのか。ここ、あ、ここを経由するんだな。ここ経由して一体は見つかるの仕方なしで、で、そのまま真ん中取れば余裕で行けるんちゃいますかね。で、こいつらね、この光の範囲よりちょっとね、探知範囲が広いっていう。卑怯なあれなんですわ。 OK でクリアね。つかあれだな、見つかった直後にその目の前のやつを取るから結局問題ないっていう。結局問題ないんですわなこいつ。ういーういー、これ一撃死なのかな。まあいいか、さすがに現実世界に帰りましょう。ネイルの英知で一体何が手に入るんだい。そんままパーンってもらえるんだ。あれ、水流の鱗もそんなだったっけ。てかクローショット、フックショットじゃん。三種の神器、的やツタなどを狙って鎖のついた鍵爪を打ち出せ。いやこれさ、無知いらなくね。クローショットあるなら無知いらなくね。まあでもこれが手に入ったってことは相当いろんなとこ行けるようになったよね。強き心と剣に宿す聖なる炎の在りかへ向かう力を手に入れました。クローショットが女神が残した神器の一つ。この砂漠のどこか、マスターがまだ足を踏み入れていない場所に眠っています。まああれだろうな、こっちが、ん？ここら辺だろうな多分か。どっか高い場所、あ、ここか、ここに行けってことか。あ、そういうことだな。そういうことだな。まあ先に女神キューブを全部あれだ、あれしたい、回収したい。だからばくー、闇の勾玉なんでここで見つかんのあんた。これさ、多分沈まずにポン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 行かないといけないのかな。あ、なるほど、壁にはっつけたまんま
もう片方のところに飛べるようになるんだ。おお、かっこいいじゃん。いや、いいな。クローショット、あれだわ。フックショットよりちょっと好きかもしれん。で、こっから多分こっち行って、ラストのクローショットで女神キューブですわ。ここ飛び移らなくても、ワンチャンスカイウォード届く距離ではあったけど、まあそんなことはどうでもいいと。こっから登ればたどり着くかな。あ、置いちゃったー。いやー、待ち遠しかったよ、こいつ。ずーっとそこに見えてるのに取れないっていう、このもどかしさね。タランタラン。これでショートカットかな。オッケー。これさ、リンク、あ、おぶねえ、おぶねえ、お前何やっとんねん。リンク、普通にさ、これ木に登ってからワンチャン、ワンチャン飛び移れたでしょ。で、こっち側もショートカットねと。トロッコ多すぎだろ、ここ。どっこいせ。いや、今のどうやってバランス取ってたん、このトロッコ。不思議な重力だな。で、そこに飛んで、で、ここもショートカット。ショートカット好きかよ、このゲーム。まあ、楽でいいけどさ。なかったらなかったで文句あるけどさ。ショートカットをなんか連続でポンポンポンって置くの、それはそれでシュールなんよ。ウェイウェイ。これダメージ全く入んないっぽいんだよな。いや、すげえとこに隠してやんねえ、女神様。よう、こんなとこになんかね、作ったわ。ラネール洞窟。え？ゴロン族とホーリーアゲハ？こいつ何しよるん？どうやってここに入ったんだ、このゴロン族。怖っ。ここでボヨヨンストーン、ゴシックストーンですね。なんだこれ。あー、なんかあれか、まず魔物の心臓的な。この砂漠のどこかに人に修行をさせるのが好きな大きな竜が住んでいる。なんだそれ。ベラーボーに強い盾ってのがもらえる。え、聖なる盾より強いの？それとも聖なる盾がこう強化された状態でもらえますよ的な。500ルーピーと素材が節約できますよっていう意味なのかな。ボコブリンが腰につけてることがあります。無知で手に入れる。そうなの？急になんやこいつと思ったら、そんな情報が。ラネール境、砂の海が広がっている。ラネール砂漠、砂漠の中央に眠る錬石場の謎を探りたい。ラネール鉱山、時空石の謎を探るだろう。おっと、見聞。こんなところに珍しいグローに、ここに住み着いて三流伝説を調査している見聞。一見何もないように見えるが、何かあると睨んで調査中。難しい名前ごろね。聖なる炎を探している。ラネール境に古文書に書いてあった。ラネール境にはまっすぐ行けば行けるぜよと。もう鍵がない、鍵がない。鍵を送れ。この鍵、え、くれるんかいお前。普通にくれるんかい。ここでしか使えない。え、こいつとは何もないのか。何もないのか。アイテムもだいぶ集まってきたな。もうそろそろ終わる？あら、まただいぶ広いとこ来たな。マスターに報告。ラネール境、かつては広大な海であったとされる。そうなの？すべて干上がり、砂の海とか、そんなことある？広すぎだろう。え？土地広すぎだろう。ラネール境。船がある。海へとつながる港として機能していた模様。唐突に広がりすぎじゃない？土地が。言ってもまあほとんど砂の方には行かないだろうけども。なるほどな。てか時空石乗せてたな、さっきの船も。新しい力で進めた地域、この先に聖なる炎があるの 90%。 オッケー。まあクローショットで渡っていくしかなさそうか。とりあえずここまで来て降りて、この絶妙なこの崩し橋いるかね。そしてこの爆弾があるのは何か意味があるのかい。適当に投げてみる。ほい。あ、待って、それあれじゃん、なんかゲットできるやつだよ。
なんだっけ、名前忘れたな。ここら辺のこれはあんまり意味ないのかな。多分あれか、時空石で時間動かさないと意味ないか。クローショット発見。クローショットってか、なんて言うんだろう、的って言ったらいいのか、これで。こっちが来ると何がある。あー、なんか中になんかあるな。時空石っぽいのあったな。いいか、先にこっち見るか。なんかあの船も気になるけど、船かなんか。サソリがすごい。ここはキューブがあるだけかな、だけっぽいな。いや、先に来といてよかったな。キューブがあるだけならなおさら先に来といて正解だったわ。ちゃんとそこキューブの中光が上がるように穴開いてるっていう、細けえな。で、この時空石動かすと何かあるんでしょうよ。これ時空石これでもいける、いけるな。何でもいいんだな、時空石。おい、海になってはないのか。あ、いや、海になってる。そこも戻っちゃうの、なかなかだな。じゃあこいつなんかちょっとね、キャプテンとか言いそうだな、名前。キャプテンとか言いそうな見た目してるわ。先に乗っちゃう、乗れないわ。乗せてくんねえのかよ、こいつ。RC301C クックボ。誰、お前誰だ、人間か。ネールの炎を守る船の船長、クックボ。ネールの炎、嵐の日、オイラと船員たちはいつも通り航海を続けていた。海賊が襲ってきた。海賊とかいんのかよ。オイラはこの水と流れ着いた。海賊ってことは、てかあれか、ゲルド族か。このボートに乗って海と船員たちを探しに何度も航海に出たけど、船は見つからなかった。船の機能を利用して姿を消しているんだ。姿を消す機能を持っている、最強じゃん。ネイルの炎が必要なのか。探し出す手伝い、やいくらでもやったりますせ。必要ですからね、手伝うしかないだろうよ。正確な海図が必要だ。家に海図がある。まずはこのボートに乗っておいらの家に行くんだ。出航だ、行ったろかい。地図おかしいって。そもそもこの辺の、この周辺の地図持ってないけどな。操作方法を思い出す。 L スティックで移動、 B を押しながら移動すると加速、 ZL 大砲、 ZL で撃つ。なるほど。バツ印、はいはい、下側ね。島には桟橋があるか、桟橋があるからそこから上陸せいよと。 OK、 行くぜ。あー、で B 押すとこのあれだ、スタミナ的なのがちゃんと減っていくんだな。ここですか、キャプテンクックボー。着きましたよ。いや、船地味だったな。大砲いるって感じなんだけど、まあこの後使うんだろうな。船長の家だいぶ魔物に乗っ取られてますけども。てか船長なんでこんなバカ高いところに作ったん、まあ、これ、え、いつもどうやって行ってるん。あー、なるほど、お前動けなくなること理解してるんか。てか待って、しれっと時空石直したな、こいつ。ちゃんと理解してる状況を。飲み込みが早いぞ。死んでくれカエルくんよ。待って、その紐使えないのかな。一応登ってみる、ワンチャン降りるとき専用とか。使えねえな、これ。あれか、クックボ専用の紐か。もうなんかね、こいつら倒してもねキリがねえから、先にスルーしていっちゃいましょう。なんか見たことないの浮いとるな。待って、宝箱取り行くか。こっちからはいけなさそうだな、宝箱。こいつなんだマジで。そういうこと。こいつまさかの敵じゃない、まさかの味方というか味方的なやつだった。この洞窟を渡ってさらに高みへと登っていく。あぶら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 、痛い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 。マジこのさ、キチュ中一番うざいんだよな。いや、黄色チュチュマジで大変大変よ、こんなの大変よ。てかこの花なんか動かせそうなんだよな。なんかしたらパチンコで打つとか。でも単なる経由中継地点なのかな。なんか面白いことできそうだけどな、こいつ。なんもないな。なんもなかった。申し訳ねえ。待って、こいつ盾が硬いぞ。盾が木じゃない。
痛い。オッケー。なんでこいつだからぐるっとしてくんの、うざいな。痛い。オッケー。倒した。逃げなきゃ。この倒す時のさ、この何ドテンも地味に痛いんよなこいつ。あ、攻撃力上がってる。今までこいつ3回攻撃やったのに2回で倒せるようになってる。体力が欲しいよ。待って、俺回復何も持ってねえ。これは俺ミスだろう。ち、それどうやって取んの。ぶら下がる。あ、そこにね。ダメか、こいつは無知じゃないとダメか。ハートくれないか。くれない。これは何ん。こうか。あー、中継地点になるんだこの花が。いや、これ本当に魔物じゃなくて単なる空飛ぶ植物なんだな。あ、ん、しかも動いてる。気のせいか。ちょ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 、定位置に行くだけなのか、こいつは動き続けるやつなのか。あ、定位置に行っただけでした。定位置までは動くと、そっから行こうは動かないんだな別に。ん、あれ、いるな。先に落とさんと。危うく俺が落とされるとこだったぜ。なんて言うんだろうなこいつ。名前わかんねえ。こいつこのビートルには反応してこないから。反応はするけどこう攻撃してこないから楽だね。あの鳥がたくさんおるが、こら2匹同時ちょっと怖いな。これ自動で無知直してくるの助かるわ、めっちゃ楽。そこさ、何にもなさそうだけど行く意味ある？もしや本当に何もない？いや、宝が隠れてる。絶妙に見えないように配置されてんのすごいねこれ。んー、じゃあの結晶いで、無駄な体力が。お、動くなよこいつ。危ねえ。この動くタイプの草めんどくさいな。これもしかしてこうか。あ、違った。全然関係なかった。とりあえず中入るか。表面から入りましょう。お邪魔しますよ。え、中汚な。中汚。いたてか、クックボーなんかめっちゃ仲間いるけど、こいつ家族持ち？まさかのこいつ妻子持ちか。結婚とかいう概念がこいつらにあるのかは知らんけど。店長へいつもありがとうございます。船員か。家族じゃなかった。あ、パパへお仕事頑張ってね。家族あった。家族おった。こいつら、こいつらどういうあれなん、誰が作ったん、どういう生命体なん。開くん、そこ。他人のタンス無断で開けるなってよ。まあ、とりあえずこれだけ拾って戻ればいいのかな。過去の海図、あちらをご覧ください。それがそのあれなの、守るためのなんだっけ、ネイルの炎を守るための船だったの。機械アジンたちは船員である可能性 90%。 幸せな日々を送っていたものと推測されます。なんかやめて、それちょっと切なくなるからやめてよ。これあれかな、こっからのダイビングでキューブとかこことかに行けってことかな。キューブは無理だなこれ。あのキューブマジどうやって取るんやろ。不思議だ。シルボルピー、これは嬉しい。あれ多分現時点じゃ取れないのかな、やっぱり。あー、なるほど。この変なツタみてえなやつ、これちゃんと掴まれる場所だったんだな。なんかここだけ変なのついてて、これなんやろうと思ってたら、まさかのフックショットでツタに乗れるっていう。なるほどな。マジこれどうやっていくんやろうと思ったら、普通に余裕で簡単にいけるっていう。まあでもツタにフックショットが掴まれるっていうことを知れたってのはでかい。むしろここで知っとかないと、多分これ今後のダンジョンとかでちょっと積んでたかもしんないな。知れてよかったマジで。んで、こんままあいつんとこ行ってもいいんだけど、ちょっと体力やばいし、回復薬なんもねえから一回体勢を整えよう。一回回復薬とかを買っとかないと死ぬ、さすがに。
あ、ハート最大まで回復。赤い薬の部位強いね。でも1個しか作れねえや。なんかテントウムシ1匹しか持ってねえ。まあ1個ありゃ十分でしょう。超早っお前。ぐる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 ってしただけやんか。あの旦那さんの夜のお悩みもいつの日か解決してあげたいな。これが終わったら解決してやろうかな。え、宝箱あんじゃん。あ、女神キューブのやつもある。これどっから入るんだろう。ん、ドアとかなくね。どっから入るんでしょうか。水、あ、水から、あ、なるほどね。どっかここにつながる穴がどっかしらにあるのだと。なるほどね。すごい、これは新たな発見ですよ。あ、ここだ。こっからあそこの宝箱に行けるんだ。てかさ、女神キューブのあのキラキラ、あ、ついてるわ。てかショッピングモールの中のやつもあるわ。あ、そこもちょっとあれか、あのジャンク屋の後ろにある宝箱か。取り行くか。あら、こんなところに2つも宝箱があるなんて知らんかったで。これさすがにシルバルビー。こちらはハートのかけら、あと1個だ。いいね。お、ここのやつも解放されてますね。一体何が出るんでしょう。ゴールドルーピー。や、財布拡張してよかった。財布俺今マックス何歩だ。1900か。 あ、もうちょっとでマックスだったな。じゃあどっかでお金を使ってしまいたい気もするけど、いやでも買うもんないな。いや、どこもかしこも空いてんな。でもちょっと今はね、あれが財布に曜日がないから。いや、んー、どうしよう。テリーのお店から行くか。あれ買うか。予備の財布を買うか。多分売ってるだろう。おっと、財布はない。予備のポーチしかないのか。まあポーチも買っとくか。これ最後の1個っつってたな今。1200ルピー。倍額とはお前やってくれたね。倍額とはお前だいぶやってくれてるね。それルピーのヘリが遅いで、残りの女神キューブも一応全部取りに行っちゃうか。ここが何が出るんでしょう。またハートとかかな。ハートのかけら、シルバールピーで反対側にあるんだよな。あー、そっから登れたな。わざわざ飛ばなくてもよかった。まあいいか。反対側もなんかちょびっと離れた小島だったからちょうどいいでしょう。え、そのツタもしかして、あ、いけるじゃん、いけるじゃん。この普通の草のツタにもいけるんだな。あの変なやつじゃなくても。そっちにも一応いけるか。先にこっち見てみる。ここの滝登ったところには一体何があるんでいい。普通の宝箱ん、女神キューブの宝箱かそれ。あ、女神キューブの宝箱だ。じゃあこっちまだ開けらんねえな。で、ボヨヨンストーンと。ハロー。ボヨヨン。お、女神の落とし物じゃん。いいね。こんな高いところまで登ってくるとは物好きだね。物見台の上の巣に飛び乗れる。物見台の上の巣、あそこに降りると何かあるんでしょう。ルピーしかなくね。まあ、先そっち行ってみるか。ん？これ本当にルビーしかなくない？やられたか？ん？この落ちてるこれは何？もしかして本当に何もないな。やられた。あのボヨヨンストーン。適当ないらんことほざき寄って。で、これはハート臭いな。ハートのかけらっぽい気がするが。ゴールドルビー。まあ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 、消費した分を貯められてるから結果オーライか。それとあれなんだよね、学校の上にもフックショットの的があったんよ。だからそこもちょっと今のうち言っとくか。ついでだし、なんかついでがどん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 長くなってってしまってるが、まあいいだろう。造船所のやつには待ってもろて。あ、これだ。これ誰かの部屋に忍び込めるのか。そう臭いな。誰の部屋だこれ。私学校で、下はなんだ、風呂場か。風呂場、え、覗き、リンクくん、やば。ちょっとちょっと、やだ。リンクくん、そんな覗きとかする人だと思わなかった。で、この先は？え、誰の部屋だ？チンクルおるじゃん。チンクルだっけ？なんだっけ？あれ、名前忘れたな。おー、ハートのかけら。え、誰の部屋なんだこれ。ヒントが何もない。しかも隣の部屋空いてるやん。誰かと共同部屋、まさかの。こっから出て誰の部屋だ。
ゼルダの部屋、しかもこいつやば、ゼルダの部屋勝手に入りよった、相当な変態やぞ。して夜の風呂ちょっと気になるね。ここだクラネと共同部屋だったんか。ちょっとゼルダのベッドで寝ちゃいましょうかね。えこれね、ワクワクするねこれクラネさ、こっち見えるじゃん。あれベッド誰かいるってなるよな。しかもなんかいいのゲットしちゃった。38個ちょこちょこ集まってきたね。じゃあ風呂場入る？風呂場の謎が解けるんじゃなかろうか。多分今は入れないよね。だから上から入ってなんか面白いものが映っているのだろうと期待しているよ。さあ行くぜ、レッツ覗き。誰誰、ゲポル、ゲポルだなゲポルだな。それだけ？別にバレるとかもない、アイテムとかも使えない。なるほど。本当にそれだけこれ。クラネがお風呂入りたがってるのに入れなかった理由はただただゲポルが入っていたっていうだけ？つまんねえなおい。この状態でクラネに話しかけたらなんかある？てかこいつ夜更かししすぎだって。まあ風呂入れないから仕方ないか。失礼じゃないの？ゲポルが長風呂でしたと、そういう話だったんだね。じゃあベッド借りるぜ。じゃあいい加減あの船長にあの海図を持って行ってやろうそろそろね。邪魔、この小島邪魔。ただいま船長、お待たせ。だいぶ長いこと待たせちまったが多分機械だから大丈夫だろ。持ってきてやったぜ海図。オイラの船を探しに行くけろ。出航だクックボー。海図を開け、海図を開け。あら、ずいぶん広くなったね。はいはいはい、ここね、印つけといてやるか。オッケー。船を作るための場所を、あそこでこのオイラの船も作られた。手がかりがあるかもしれないね。あれはなんか破壊して意味があるんか。特にないか。当たったら痛いよっていうだけかな。してこの道すんごい邪魔だね。岩がすごく多いよこれ。ああ敵が出てくるからそれ用の大砲か。こいつらもうやっとく？絶対邪魔してくるよな。やべ、木の矢持ってる。全員まとめてポーン。ちょっと敵多いね。敵の数だいぶ多いな。急に増えすぎやってこれ。造船所までのさ道のり地味に険しいよ。いやお前集合しすぎだろそれは。それは集合しすぎよ。こんなもんかなとりあえずは。オッケー、これで造船所に到着よ。うねー、違う、到着だー。造船所、ここがまあ次のダンジョンになるのかな。違う、船の中がダンジョンか。だからここはまだ途中でしょうよ。してなんかトロッコがあるのかこれ。ちょっと楽しそうな予感。すげえな、トロッコっちゅうかもうあれじゃん。何？アクション、なんていうの？あれだよ。ねえ。遊園地のやつ。造船の島。あの建物が造船所だ。めっちゃ近いやん。すぐそこやん。でも鍵がないよと。入り口が閉じていて入れないみたいけど。トロッコの路線でつながっている。トロッコに乗っていけば裏口から入れるかもと。なるほどね。おい、リザルフォスおりゃん。あそこにトロッコの駅がある。駅なのか。まずは駅に行ってみるんだけど。オッケー。ってことはさ、トロッコを活性化させるためにさ、多分時空石使うじゃん。そしたら時空石、こいつの船とそこの時空石同時に何存在できるもんなの？活性化できるもんなの？してこの糸って結局何もできないまんま？なんかあの先っぽなんかおる？気のせいか。まあ、とりあえずそこのリザルフォス倒すしかねえのかな。おぶねえ、こいつパチンコ効くっけ？効かねえな。まあ一体ずつ相手すれば全然。まあ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 全然あれだな。やっぱパリー使えば。あぶねえ！いやこれ炎も防げるんだっけ？痛い、カウンターパー。
一体終わり、ハートも出る。オッケー。うん、なんか弱く感じてきたな。初見の時がちょっとね強く感じすぎただけか。今となってはもうそんな強くは感じねえわ。これがトロッコ。うわー、びっくりした、びっくりした。もう A で乗り込め、カーブでは傾けろ、出過ぎたら B で減速、ジャンプで飛び越えろ。なるほどね。お前はここで何しよるん、うん、なんで座った。お前わしの椅子だ、勝手に座るな。すいません。トロゴ、昔使われていたトロッコの駅、今でも動く島のあちこちに行ける、壁に書いてある、ちゃんと読めよと。じゃあこれ勝手に使っちゃっていいですか。いただきます、いただきますよ。これ A で加速とか書いてたっけ、あれなんだっけ、 B で減速と傾けろ書いてあったけど、ちげ、近づいて A で乗るしか書いてなかったわ。待って、やばい、これやばい、減速しよう。なるほどな、この、あーやばい、いやこれ やばくない、 えぐくない、結構。てかなんで加速してんのこいつ、結構傾き必要。やばい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 、普通に落ちそう、怖い。え、これ加速、加速の原理は何、加速の原理は何、怖い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 、やばいよこれ、結構やばい。あのトロゴとかいうやつ、これぶっ壊れてるよ、これやばいっす兄貴。早すぎる早すぎる早すぎるって、これ死ぬ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 。あ、そのカーブはやばい、そのカーブはさすがにやばい。え、このトロッコみんなよう乗っとるわ、殺人兵器やって。ここ降りれないの、降りれる。で、なんかある、なんか降りれそうだから降りたけど、なんかある、あ、違う、ここまでだ、そもそもここまでしかついてない。なるほどね、桟橋行き、乗り換えろってこと、次のトロッコか。おい、魔物が住み着いとる。ここが桟橋、こっちは、うわー、びっくりした。あ、これショートカットできるじゃん、待って、降りて降りて降りて、あー、やっちゃった。え、もしかしてさ、さっきの家にもこの機構あった。あ、でもこれ、あ、なんだよ、行き帰り両方行けんの、文明進んでる、いいね、このショートカットすっごくいいよ。じゃあこっから次のトロッコの旅か。あら、この子、またこの子も生きてないわ。造船所行きだ、こっから造船所の裏口から入れよと。次 B 禁止で行ってみる、減速禁止でやるか。次多分さっきよりエグいコースが来るんだろうけど、俺の左スティックの傾きを信じるしかない。行くぜ、うおー、しょっぱな、すごい、あ、合流地点か。オッケーオッケーオッケー、大丈夫、これはいけるよ。どっちに、どっちに行くの、ん、これ俺の傾きで操作できるのか。なるほどね、オッケー。これ右に行かなきゃ死ぬよと。俺の傾きで操作しないといけないの、えぐくね。減速禁止で唐突になんかそんな判断を求められてると。ジャンプってどうやってジャンプすんのこれ、ジャンプボタン書いてなかったよ。これ左、危ねー、ちょっとね、反射神経おじいちゃんだからさ、もう無理なんだよね、ああいうの。結構運ゲーになっちゃう。反射神経おじいちゃん、これどっち、どっちからでもいけたやつ、本当に危ない、死ぬ死ぬー。え、これさっきのやつ反対のルート行ってたらどうなってたのか、その未来が知りたかった。あれ、これ帰ってね、俺帰ってるな、俺これ帰ってるよね、気のせいか、やばい、死ぬ、気のせいか、帰ってないか、さすがに。これ耐えられてんの今の、結構えぐい角度だったけども。造船所まだ、これジャンプジャンプジャンプ、勝手にジャンプだけどね、俺がジャンプしたわけじゃないけどね、これ。いやー怖かった、結構怖かったよ。じゃあ造船所入っちゃう、終点造船所、終点にたどり着くまでの線路がさ、あまりにも効率悪すぎる。もうちょっとスパーッと行けたでしょうよこれ。マスター、造船所内部に到達しました。鎖がごっついね、あ、なんか埋まってますよと。砂を一回掃除しろってことかな、砂に埋もれてしまってます。 OK、 なるほどな。じゃあ魔法の壺が大活躍するわけだこれ。海賊による被害多発、注意、かわいそうに。
今月末レール点検のため終日トロッコ運行休止、ご迷惑をおかけしますけど。こっち登れたりはしないか。まあ砂どかしていくしかないか。ん、ここ空いてないよね。ってことはまあなんかいるんだろうな、アイテム。砂を持ってるあれが、砂じゃない、なんだっけ、鍵を持ってるあれが大型かな。またなんか砂に関するボスが出てきちゃうのかもしれない。ん、同じやつだ、こいつを倒せってことか。まさかのボス使い回しか。それはちょっとね、ゲセませんな。もうずっと外側からさ、ぐる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 潜ってたさ、まさか強い、危ない、こっちこっち、一回チクンどかしたかった、もういいか。うーん、刺す体力同じなのだとするとちょっと非常に残念でございます。こっち多分攻撃力上がってるからちょっと楽になってるだろうと思われる。うん、まあ、ここはまだね、ここまだ両手のハサミ破壊してくれるか。ほんまハサミ、ハサミすぎるぞ。あ、片方壊したらもう尻尾が出てくるんだ。結構ここに壊したから結構裏いい。でこっからまたあのね、掃除して避けて目ん玉突きつきタイム始まりますけど、ここに遅延行為やつ、遅延行為は潮流だね。お前リントリビューションの禁止から超えていくんやぞ。お前そんなんやから魔性度禁止されるんやぞ。魔性度帰ってきてほしい俺は。あれ消えた、あ、ここじゃこいつね、ちょっと掃除に沼ってしまうとマジで遅延が半端ないっていうのが非常に難点。なんかちょっとデザインが良くないよね、ゲームデザインというかボスデザインが。ねえほらもう砂かきに時間かかってしまってる。これ良くない良くない、これ良くない流れ。なんか俺掃除の仕方悪い。これいって、なんでその飛び出てくるところでこいつにちゃうやん。ここの掃除をねもうちょっと短縮できたらよかったんだけどな。もうちょっとね砂から出やすいようにならなかったからこいつ。ちょっとあまりにもねこの掃除砂が時間かかりすぎる。本当にこんな遅延ボスなんて誰も言ってなかったよ。OK、 お早い。攻撃力が上がったからなのか、こいつがだいぶ弱く作られているのか、まあどちらでもいいけど使い回しはあかんて。悲しいよ僕。僕から、ハート3つだけ。船の手がかりがある確率は限りなく低い。まさかの、しかも開く、鍵もらえるとかでなく開く。いやこれアイテム探すのもだりな。もういいや、アイテムあるかもしれんけど、もういいつか。砂復活してるし、俺が削った砂復活しとるし。これさあ、ボークチンは帰ってまいりましたよ。